こんばんは。こんばんは。こんばんは。雨降ってないですか？今。って聞いてもわからないか。雨降ってる気がする。雨の音がする。明日は2列目です。私明日出ないんです。私明日出ないんです。出ないんです。こんばんは。こんばんは。そうですね、29日は出るんですけど、花垂れ公演。明日はスタジオ公演は出ません。こんばんは。次東京横浜に来るのいつだろう。東京横浜は多分まだ予定ではないと思います。今のところはそっちの関東の方に行くのは。リアル話し会も終わったからね、関東は。今のところはないですかね。関東に行きたいよ、に行きたいよ。こんばんは。髪の毛伸びたね。いや、そう、私もさっき自分で髪の毛伸びたなってめっちゃ思ってたんです。ちょうどさっき髪の後ろ見て、え、結構もうすぐ腰ぐらいまで行くやんぐらい結構今伸びてるんですよ。本当に結構びっくりした、自分でも。まさかこんなに伸びてるって思ってなかったんですよ。長くなったなと思ったけど、さっき後ろに全部流した、意外と腰ぐらいまであるんじゃないぐらい、まあ結構伸びてて、ちょっとびっくりしたねさっき。うん。やすべーさん、えいひろさん、あーちゃん、たなべっちさん、ひろっちさん、ありがとうございます。ゲスト広島に会いに行くしかないね。いやですね、もうですねしか言え今。あ、でも福山とあと大阪もあるんで、大阪まだ確か申し込めるよね。リアルお話し会はあるんで、関西エリアも一応行けると思います。そう、昨日さ、私がツイート、お話し会の告知のツイートした時に、もしかしたらなんかエラーになってたんですか、お話し会のキャラアニのホームページが。なんか多分もしかしたら私がツイートした時、こんばんは、私がツイートした時もしかしたらエラーになってたかもしれなくて。そうだから今はもう申し込めるみたいなんで、ぜひ。そう、期間がね延長されたらしくてエラーになったから。福山は今回で受付最後です。リアルお話し会福山、そう、もうぜひ来てほしいな。福
福山ね、福山でやるのは初めてなんですよね。福山ってあんま行ったことないイメージです。初見です、ありがとう。お花のマークの方ありがとう。こんばんは、福山と6月開いたしました、ありがとう。そうだね、福山は最後ということなので、もし来れるよって方とか、その日他の子のやつ行くよって方とか、ちょっと私もちょこっとでいいので来てもらえたら嬉しいなって思いますね。ちょこっとでいいんで、本当に。追加しました、ありがとう。うれぴー、こんばんは。福山バラ綺麗らしいね。バラか、それ綺麗なところがあるんですか、なんか場所。私ハウステンボス行きたくて、そう、なんかパセリって本当にハウステンボス行きたいなと思ってるんです。ハウステンボスって本当にお花が綺麗なんですよ、なんかいっぱい咲いてて結構多分有名だと思うんですけど。福山も有名なの、お花が綺麗な咲いてるんですか、いいよね。でも普通にさ、福山まで行くってなったらね、福山って結構遠いんですよ。新幹線とかで行く多分レベルなのかな。新幹線で行ったら多分30分もしないぐらいで着くと思うんですけど、普通に何かのなんか電車とかで行くなら結構多分なんか時間かかるようななんかイメージがあるんですけど、そうどうなんだろう。福岡市から北九州ぐらい前かな、それぐらいって言っても分かんないか、どうなんでしょうね。でもすごい行きたいの、福山もなんか行ってみたいとか何か所か結構あるんですけど、なかなかね行けないんです。バラ祭りなあ、いいね、バラ祭りね。バラがいっぱい咲いてるところってどんな感じ、絶対映えるよねバラって。そうだね、尾道行く感じ、あーなるほどね。あー尾道よりでも遠いよね多分、わかんないけど、なんか遠くない多分。炎上さんありがとうございます。パン、ね、尾道より遠いよね、20キロくらい向こう、尾道より20キロ。ん、福岡北九州よりも広島福山が距離ある、そうなの。福岡北九州も結構遠くない？でも私は福岡北九州間は、あーでも電車で一回行ったことあるかもしれない。電車？あれ電車だったっけ？電車だ、一回行ったことあって、それより遠いんですか？結構遠いね。そう、広島ってね、結構横長だよね。こんばんは、のぞみで23分。あ、そう、新幹線使ったらそんぐらいだよね。岡山まで、広島か岡山まで30分ぐらいだよね確か。自転車では行かないのって無理でしょ無理でしょっていうか、普通に私ないんです自転車。自転車欲しいな、自転車ったら絶対便利だと思うんですよ。日頃の日常的に自転車本当に欲しいと思う。自転車便利だよね。でさ、ちょっと遠いところとかさまで、なんか私電車結構使うんですね。そう、それを自転車で普通にもう行きたいっていう。電車もお金かかるし、そう、
かといって歩くのには遠いとか、そういう時にちょっと自転車便利じゃない？めちゃめちゃ自転車欲しいね。普段自転車乗らん、そうだから乗らなくて、でも欲しいなとはずっと思ってたんですけど、そう、シティ有名って自転車乗ってるメンバーあんまいないの？いやどうなんでしょう、結構みんな乗ってるんじゃないかな、わかんないけど、私はないんで。だからね、あったら便利だなとか思っています。うん、久々に自転車乗りたい。自転車はもう全然乗れますね。自転車は大好きです。こんばんは。自転車でこけそう？こけたことはないですね。今まで。だからこんばんは。久しぶりに乗るとバランス感覚不安？でもね、STU に入る前までは乗ってたんですよ、自転車に。バイト行くときに自転車使ってたんで乗ってて、入ってから全然乗らなくなって、久々に実家に帰った時に乗った時があったんですよね、確か。その時になんかやっぱずっと乗ってないと感覚が全然もう違いました。あれ自転車こんな感じだったっけっていう、ちょっと危険ぐらいな感じ、下り坂とかちょっと怖いなっていう感じになった。こんばんは。こないださ、自転車乗ってる人が両手離してスマホしながら自転車乗ってる人いたんですよ。びっくりした、それ見て。やばーって思いましたね。そんな人いるんだって。普通に危ないし、そこまでしてスマホやるって思った。ね、捕まるよね、超危ない。あーちゃんありがとう。うん、てか私のさっき、そうださっきブログ更新されたんで見てくださいね。私のね、最近起こった怖い話を書きましたのでブログにね、ちょっとね見てほしい。こんばんは。まあ私がその最近ハマってるそのホラー映画とか関連の話なんですけど、見てみて。最近ハマっていることと言ったら、私は最近ドレッシングにハマってるんですね。なんか何種類かレントゲン
さん、はじめまして。はじめまして。私ね、今冷蔵庫にあるあのドレッシングで、結構本当にここ最近で一番美味しいやつに出会ったんですよ。ちょっとね、感動っていうか、これ美味しいってなったやつがあって、青いミニさん、はじめまして、ありがとうございます。そう、まあ何味かって言ったら、なんかまあ醤油みたいな感じなんですけど、大根おろしみたいなやつが、本物かどうかちょっとわからないけど、大根おろしのドレッシングみたいなやつなんですよ。なんか緑のやつなんですけど、それが結構私の中では今一番お気に入りなんです。結構種類本物か、そう、野菜にかけて、なんかドレッシングをいろんな味に変えたりしたら、結構意外と飽きずに食べれてるんですけど、そう、大根おろしの、いや、本物じゃなかったらちょっとなそれは何ってなるけど、ポン酢みたいな味、なんか大根おろし、あ、なんかちょっと柚子っぽい味もする気がする、なんかそっち系です。でもそれがね、ちょっとめっちゃ美味しいんですよね、最近の私のハマっているもの。普通にスーパーで買いましたよ、野菜。ちょっとこれ、こんなこと聞くの、ちょっとさ、皆さんにでも聞きたいことがあるんです。私が思った疑問なんだけど、こんなことを聞くのはちょっとね、あれかもしれないんですけど、ちょっと本当にちょっとありのままで聞くっていうか聞くんですけど、トマトの中で虫が育つことってあるのかなってちょっと思って、これってミニトマトなんですけど、私最近トマト好きで、ミニトマトってちっちゃいじゃん。トマトの中で虫が生存されることはあるんでしょうか。ありえるんでしょうか。最近ね、トマトをねたくさん食べてるうちにね、私昔ね、ピーマンの中に虫がいたことがあって、ピーマンってさ、何、もう中が空洞じゃないですか、わかる、その中どうやって入ったのかわかんないけど、ピーマン切ったらその中に虫がいたの、その中で虫が育ってたんです。なんかそっから中身がわからない系の、だからトマトとかもそうだけど、なんか虫いることってあるのかしらって、思っちゃったんだよね。どうなんだろう。特にミニトマトってさ、切らないじゃん、なんか普通にポンって口に入れるからわからないんですよ。なんか最近すごいね、それをね思ってきちゃってさ、なんか今までは普通にトマト食べてたんだけど、ふとピーマンの時の虫のことを思い出して、トマトにもそういうことがあるのかなって思ったら、今までみたいに素直に食べれなくなっちゃった。一回切るとかしないと、すいません、本当にこんなこと聞いちゃって。
あ、ミニトマトはハウス栽培っぽいから可能性は低そう。ハウス栽培だとないの？あの虫が入ることって。皮の柔らかいトマト、ミニトマトならありえる。どういうこと？柔らかいのだったら皮から入る。え、でもね、あのその私が切ったピーマン傷とか何もなかったんですよ。なのにあの空洞の中で育ってたってさ、ちょっとやばくないですか？ちょっとちょっと、だからトマトもあの周りに傷がなくても中でもう元々最初から育つことってあるのかなと思って、なるほどね。ハウス栽培っていうのはあんまり虫がつきにくいっていうことなんですか？虫は農薬で駆除してる？農薬で駆除してる。なるほど。農薬使ってたら虫は、あ、そういうこと？まあ大丈夫そうかな、トマトは。無農薬は虫がつきやすい。そうなんだ。え、なんかさ、無農薬っていうさやつあるよね、たまに野菜とかでもさ、無農薬野菜みたいな聞いたりします。そういうのは虫がつきやすいんだ。でもさ、虫ってさ、虫がついてる野菜の方が美味しいみたいなことは言いますよね。まあそれとちょっとトマトの中に入ってたら話は別だけど、あのキャベツとかだったらなんか別にね、お店で売ってる分は大丈夫なの？ブロッコリーは潜んでる。あー、私ブロッコリーはね、なんか怖いから冷凍しか買ったことないんですよね。まあないよね。あ、今までそういったトマトでそういったことがあったことは一度もないんです、ちなみに。だけどあのどうなんだろうなっていう疑問として聞いただけで、なのでない。日本の農業は基準が厳しいから大丈夫。大丈夫、大丈夫だ。じゃあ大丈夫だ。まあ今ここで見てる皆さん、トマトの中にそういうこと今までの人生で一度もないってことは、きっと多分トマトは大丈夫なんでしょうね、きっと。っていうことだよね。ピーマンはちなみに私があったから、じゃあトマトは安心か。
マトであったよ。ええ虫？ピーマン2回経験してます。えだよねだよねだよね、ピーマンあるんですよ意外と。まあないことの方が多いけど、その時は本当にまああれって感じですけどね。キャベツ、キャベツならある。まあキャベツとかはまあありますよね普通に。でもそれは結構さ、もうしょうがないみたいな感じやない？美濃山美濃蔵さん、キツネ37さん、七千しずさん、金持ち先生ありがとう。ミニとプチと普通のトマトどれが好き？何が違うの？ミニとプチって違い何ですか？こんばんは、ももさんはじめまして、ありがとう。プチとトマ、プチ？プチとプチトマトとミニトマトって何が違うの？同じじゃない？いちごトマトっていうフルーツトマト。何それ。私フルーツトマトめっちゃ好きで、今家にあるんですよ。なんか名前がね、なんかひみこみたいな感じだった気がする。こんばんは、あ、商品名？プチトマト？ミニトマト？プチトマトが商品名ってこと？もしかして。そう、ひみこっていう名前だった気がします。実はミニトマトは小さいサイズのトマトのソースで、プチトマトはミニトマトの中の品。そうなの？プチトマトはミニトマトの中の品種名の一つ。知らなかった。じゃあ小さいのを全部プチトマトっていうわけではないんですね。でも私プチトマトって言わないから大丈夫私ミニトマトって言うから大丈夫。問題ないです。でも知らなかったそれ。そうなんだね、違いは一応あるんですね。豆知識だね豆知識だね、それ。マイクロトマ、マイクロ？なんかちっちゃいやつですか？なんかちっちゃいやつがいっぱい入ってるやつ？あれ、それってマイクロトマトっていうのか？なんか食べたことありますけど、ちっちゃいやつも美味しいよね。なんかめっちゃちっちゃいやつ。ミニトマトよりもちっちゃいやつ。ほんとなんかこんぐらいのサイズのなんか縦長のトマトとか前食べた。帰宅後の新入社員感。私ですか確かに確かに、ちょっとこれあれみたい、あれに見えるね、あのカッターシャツみたいな。こんばんは。トマト、フルーツトマトが美味しいですね、やっぱり。本当に
私もう最近と最近っていうか結構前ちょい前ぐらいからトマトが本当に好きで、ネットで美味しいトマトを頼もうかなって思ったぐらい結構好きです。やめたんだけどね。すごいなんかいっぱいあるからさ、さすがにちょっとこんなにたくさんはなっていう、ちょっとでいいんですよね。でも頼むってなるとさ、すごい量来ちゃうから、トマトは野菜でしょうかフルーツでしょうか。あ、なんかさこのさ野菜かフルーツか問題ってやつ私に全然知らないんですよ。なんかメロンは野菜かフルーツかみたいな、あれメロンだっけ、スイカか、なんかそういうのとかねちょっとわからないんですよね。だからトマト野菜じゃない。アボカドじゃなんだっけ、なんかあるよねそういうの。スイカ野菜、あースイカ野菜か、いちご野菜、え、いちご野菜なの。いちご野菜なん、そうなの。でもさ正直さ野菜でもフルーツでもどっちでもいいって感じだよね正直それはそれで、だってさ美味しいから別にどっちでもいいよねっていう話ですよね。日笠さんはじめまして、こんばんは、はじめまして、じゃないね。食べたら野菜かフルーツかなんてそんな気にせんわそういや3期生と会いましたか、だって今日会いました。なんか入れ違えみたいな感じで、全然その挨拶とかしかしてないですけど、まだそんなそのあれですね、なんか交流がある交流があるわけではまだないです。気になる3期生はいますかって、います、みんなみんな気になる本当にみんな気になる。呼ばれ方はなんか何でもいいです何でもいいです。鈴木先生の疑問コーナー、疑問コーナーで、ここやばい、本当に本当にここやばいんですよ。
本当に。いや本当にそろそろ本当に本当にマッサージに行く。肩こりこり、もうここってさ、ここって筋肉なのかな、いやなんて言うんだろう、リンパ、なんか もうここの首のなんかここのこの辺からここだ、ここのもう首のこのギリギリぐらいのところからもうここら辺ぐらいまで、ここの後ろがもうねやばいです、本当にもうねカタカタ、本当にカタカタ。首は可愛いって、首は可愛いって何ですか、え首だけ首は可愛いってちょっとじわりますね。肩がカタカタです。いじってきとるな、これは。あ、そうそうそう、私ね、そう湿布が欲しいって思ってたんですよ。ありがとう、思い出させてくれて。私さ、この間何か買おうって思ってたことを忘れちゃって、何だったっけってずっと思ってて、湿布だ、そう私湿布を買おうと思ってたんです。ありがとう、思い出した。塗るタイプ、スースーするやつでしょ。そう、サロンパスの塗るやつとかあるじゃないですか。私本当にね、小学校の頃とか中学校の頃とか結構サロンパスで育ったっていうか本当にサロンパスめっちゃ貼ってた本当にサロンパスはいいよね。よくね、足のここなんて言うんだっけ、足の裏の足の甲だ、足の甲が本当成長痛がすごくて、私は小学校ぐらいの頃結構頻繁になってたんですよ。もう足がもう痛くて、もう本当に動けないんですよ。もう本当に痛すぎて、特にそう、私なんか膝とかの成長痛とかじゃなくて、私は足の甲の成長痛で、膝の成長痛とかなったことないんですよ。多分大体膝とかなと思うんですけど、私は毎回足の指先から足の甲、そうが成長痛になってるんですよ。そこになっても歩けないの、本当に
本当に歩けなくて、毎回そこに横向きにサロンパスをこうペタペタって貼ったりとかそうサロンパスの塗るやつ塗ったりとか本当にめっちゃしてたんで、足の成長が早かった。いやそんなこともないんですね、私意外と足は、逆に足はこの私の身長の割には結構多分小さい方で 23.5 とか結構多いんですよ意外と。なのになんでそこばっかり成長痛だったんだろうっていう謎の そのパスはねめっちゃねもう匂いがすごいよね、スーっていうなんかわかる、鼻にこうフーってなる。え、いないですか、足の甲っていうか足の指先とか足らへんが、足のこのこっちの足の裏とかね、足首から下っていうのかな、足首から下が成長痛になってたよって方いると思うんですよ。いや、いると思う、本当に私だけじゃないと思うんですよ。成長痛なこう分かる、成長痛っていうこの足がだるくなる感じ、もうああもうだるいよ足がっていうなんか感じ。膝なの？え、私おかしいのかな、じゃあ。投票してみますか。投票してみますか。じゃあ足首から下が成長痛に良くなってましたって方は、じゃあ1番で、そんなんなったことないって人は2番。いやあるんですよ絶対、多いと思う。そこが膝？え、私の膝そこ説ある？もしかして私の膝足首から下。え、でもさ体が作られる時にさ、そこ膝っていう風に認識、形はちゃんとあるけどそこが膝だよって認識して、私の体が認識しちゃった可能性もある、もしかして。ここ私の膝はこの足首から下ですよっていう、確かにその可能性もあるじゃあるで、ね、成長痛を経験したことがない。でもね、そう、成長痛の痛みってどうやって表現したらいいかわからないんですよ、どんな感じって言われても。え、どんな感じって言ったらいいんだろう。もうね、本当にね、足がだるくなるんです。もうなんて言ったらいいんだろうね、この痛みって日本語で表現できないと思うんですよ。気温がなくて、なんか骨が なんて言うんだろう、作れば OK、 なんか難しいね、ギシギシ、いやギシギシではない、ギシ、でもギギ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 ギはでもちょっとわかるかもしれない、ギシギシとギギギ違う
あ、待って、投票終了しなかった。投票終了。あ、え、少ないの？少数派なん、でもいるっちゃいるから少数派なんですね。じゃあ皆さん膝、足の足首から下にサロンパスを貼ったことないってことですか？私はそこばっかり貼ってたけど、よく。え、待って、ないの？信じられない、信じられないよ。私はあんだけ張ってたというのに、信じられない。あ、なんかわかった、なんかじゅわじゅわなる感じ。あのギギギとじゅわじゅわが、ギギギとじゅわじゅわと、ギギギとじゅわじゅわと、難しい、本当に難しい。ピリピリでもないし、ピリピリなのかな。だ、一番ピリピリが当てはまるかな。いや、あのキュンキュンなるキュンキュンなります。キュンキュンって、あのそっち側のキュン、なんかキュンキュンなるんですよ。じゃあちょっとこれ伝わらない、伝わらない足、あのキュンキュンと、キュンキュンとギギギと、あのジュワジュワなる感じを合わせた感じが成長痛の痛みです。どんな痛み？そう、それが合わさった痛みが成長痛。キュン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 、あのね、そのそっちのキュンキュンじゃない、なんかキュンキュンなる痛みっていう、なんか、え？キュンキュン、あ、なんかキュンキュンなる痛みってそっちのキュンキュンなる痛みじゃないんですよ。なんかわかる？そっちじゃなくて、あのキュンキュンってなってじゅわじゅわ痛いみたいな、なんかわかります？え、わかんないよね。まあ別にいっか、あの成長痛別にもう来ないですもんね。だってキョンキョンもうキョン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 。鈴木まさん、はじめまして、ありがとうございます。なんか私は今まさに胸がキュンキュンしています。なんで？私のショールーム見てるから。
ちのショールーム見てるからかな、違いますってコメント来たらすごい悲しい。あ、違うんだ。まあこんな話してもね、まあ、子供のかみなあの皆さん多分もう子供じゃないと思うし、でも成長つこないと思うんで。待って、違いますって来たんだけど違い、マジです、違いますって来ましたね。悲しい、違ったんかい違ったんかい。逆にじゃあ何でキュンキュンしてたんだろう今日もさ、な何この、この絵文字、この絵文字なんか嫌なんだけどなんか嫌なんだけど、その絵文字こんばんは。もうすぐ9時だ。9時21時。あやちゃんこんばんは、こんばんは。今年度っていうか4月のドラマは、まだ始まってない、わかんないですけど見てないですね。今のところは始まってても、なんか今月のやつはちょっと何があるかとかわからなくて。また遊びに来てもいいですか？ぜひ！またショールームするとき来てください。コメントありがとう。ラッコさん、はじめまして。やっぱなんか面白いよね。よっしゃよっしゃ。え、私面白いって言われるの結構一番嬉しいんですよね。本当に嬉しい。心の、今心が叫んでる。おっしゃーって。え、面白いって言われるの嬉しくないですか？なんか嬉しいよ、私はすごく。なんか笑ってくれてるんだって思ったらすごい嬉しい、それ。あなたが笑顔になってくれて、あなたが笑ってくれたんだな。なんかお話し会とかでも、なんか笑ってくれたら、すごい嬉しいって思うから、なんかファンの方がめっちゃだからかもしれないな。久しぶりに配信にお邪魔したけど、あ、やっぱ面白いぞ。イエーイ、これからもお邪魔させていただきます。ありがとう。ぜひぜひお邪魔してください。もうめちゃめちゃお邪魔してほしい。
ストルさん、はじめまして、ありがとう。じゃあ終わりますね、終わりますね。13位、エレメンツさん、ありがとうございます。12位キッチンさん、ありがとうございます。11位こぎつね37さん、ありがとうございます。10位ゆるすさん、ありがとうございます。9位田辺さん、ありがとうございます。8位 IPA さん、ありがとうございます。7位ラブリー48さん、ありがとうございます。6位ドグラスさん、ありがとうございます。5位お金持ち先生、ありがとうございます。4位美濃山美濃蔵さん、ありがとうございます。3位安兵衛さん、ありがとうございます。2位田辺っちさん、ありがとうございます。1位はこの太鼓ってさ、ずっとやってるけど、炎上さん、ありがとうございます。なんかもう定番化されたね、本当に。ありがとうございます。今夜は気持ちよく寝られますように、ありがとう。いつも素敵です、今日もありがとうございます。ありがとうございます。嬉しい、優しいね、嬉しいよ、ありがとう。ではグッナイ、グッナイ、グッナイ、グッナイって言いにくいよね。ありがとうございました。バイバーイ、おやすー。